ネタできて助かったとおっしゃってましたが、同じ事務所のベッキーさんはなかなか難しかったですね。やはり芸人じゃなかったからですかね。知らないわ。まあ、それもあるんじゃないですか。確かにね。まあね、うん、まあ、でも、そのベッキーさんの場合って、相手の人はもうアーティストだから、普通に活動を再開してるじゃないですか。だから、その差たるや、すごいなと思って。そうね。あとは、僕の場合は、その浮気しそうでしょ、僕。そうですね、見た目からして、はい、そうだからだと思います。それ昔あの週刊文春の新谷編集長と喋ってる時に言ってました。はいはい、新谷さん、俺が愛人できてバンバン遊んでたのを撮ったらそれやっぱ乗っけるのって言ったら、乗っけるわけねえじゃねえかよって言われて、誰が買うんだよその記事って言われて、その時に竹山君は浮気しそうだから、風俗行きそうだからって、じゃあ俺はどうやったら乗るのったら、もう超大物女優と実は裏で付き合ってたとか、あ、もしくは全裸写真とか、そのめっちゃ面白いものがないと。だからそれがないとダメって言ったから、うちのベッキーとかの前はその浮気するイメージがなかったっていうってことなんでしょうね。あ、やっぱりじゃあ前もって浮気してそうな変態感を竹山さんが出すことでガードしてるみたいな。誰も僕のそういうの見たくない、気持ち悪いと思われるっていう。